皆さんこんにちは。私平成二十八年の主要書士試験合格者の塚川祐樹と申します。本日はこれより人生はいつあってここから勉強には夢があるという講演会をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。それとですね、えー、まずなんですけれども、こうまああの結構その自分このガイダンスの前にその。 今年の1月にもその使用書士試験の,その生鮮透明についてのガイダンスをさせていただいてでその後 YouTube 上にその使用書士の,その直前期のガイダンスをさせていただいたのでもしかしたらそのあ自分のことを知ってるって方もまあちょっといるかもしれないんですけれどもまあ基本多分知らないと思うのでちょっと簡単に自己紹介させていただきますとまあえ自分その平成28年に使用書士試験を合格して で、今、まあ、その研修とかを終えて、で、今、そのレックの専門スタッフとして働いています。で、まあ、どうして、そういった、今日、あの、こういう講演会をしたいかって思うと思ったのかっていうと。まあ、その、自分の、その、人生の、その、まあ、略歴にあるんですけれども。ちょっと、まあ、その、プレゼンターに、自分の略歴に移しますね。よいしょ。 ごめんなさいプレゼンター全く慣れてないんで今ちょっと手間取ってしまったんですけれども、まあ、私そのこの略歴がですね、まあそのまあ、ちょっと今お手元今,今日は癒されている方はお手元のねじみに書いたんですけれども。 2005年にまあ,まあちょっと公立の中学校を卒業して、まあ、その後まあ私立の高校に入学するんですよ。だけれどもまあ同じ年にその私立の高校を中退して、まあ、その後あの2006年にまああの松井西南高校っていう高校に入ります。でここでまあ大学まあその後まあ大学に入学するんですけれども、まあ、大学を中退してでまあそのあ別の大学に入り直してでまあ,まあ法律の勉強をして。 で、まあ、その後、まあ、会社に入社するんですけど、また会社も退社すると、まあ、そういう感じなんですよね。まあ、こんな感じで、まあ、結構、その、私自身が、その、受験生の時に、思ったのが。あと、司法書士試験の、その、合格者って、どんな人なんだろうって、すごく思ったんですよ。で、やっぱ、その、自分が、その、受かる前は、もう、司法書士の合格者って、もう、すごい、こう。 なんだろう言い方あですけれども元からもういい大学とかいい,いい高校いい大学出てもういい会社とか勤めてるとかすごくまあものすごい人ってイメージがあったんですけれどもまあなんてことないんですやっぱりその、ね、本当まあ私自身がその研修にその研修に行ってその司法書士の,あの同じ合格者と話しても実は結構その普通な人がすごく多いんです。で今回はその一つのテーマとして、まあ 今日伝えたいことはまあ一応そのレジュメによっつ書かせていただいたんですけれどもそ,のあのそれとはまた別に2つとして本当に伝えたいことのその2つの1つが、まあ、合格者にはいろんな人がいてこういう人もいるっていうこと。でもう1点がやっぱりその私自身がその先ほどもその見せた略歴もそうですけれどもそのやっぱりその勉強することによって道,道ってやっぱり開ける。 で私はその自分の自身の,その人生でそれを本当に確信したのでやっぱその自信を持ってその勉強ってすごく楽しいつら、まあ、いこともあるけれども楽しいから、まあ、そういう意味でこう、まあ、勉強にやっぱ夢があるっていうことを伝えたくて、まあ、今回の講演会をやらせていただこうと思いましたで、まあ具体的にじゃ本題に入っていきますでまああの、まあ、特にその今日の内容面で伝えたいことは4つです 1>, 1つ目が、えー、勉強上手は弟子入り上手っていう点で2つ目が、えー、理解から暗記にこだわらないで3つ目が、えー、勉強の計画は官僚級で立てるで4つ目が、まあ、勉強には夢があるちょっと、まあ、さっきかぶっちゃったんですけど、まあ、勉強には夢があるっていう、まあ、以上の4点ですで以下まあ丸一から説明していきますはいえっとですねとまあ 「勉強上手は弟子入り上手」っていうところなんですが、まあ、この話に入る前に、まあ、そのちょっと自分のその略歴について話,話させていただこうと思うんですけれども、まあ、その最初の,この中学校を卒業して、まあ、私立高校に入学して中退します。でその,後そのこの県立厚木西南高校っていうところに入学するんですけれども、まあ、この高校ってそのいわゆるそのフレキシブルスクールなんですよ。その要は あの普通の学校とちょっとまあ違って言ったらおかしいんですけれどもあの、えー、普通自分はその普通科だったんですけれどもそのあの普通科自分の普通科に比べてその定時性と通信性があってでやっぱ夜の遅い時間になると本当その自分の,その普通科とその定時性と通信性がこう入り混ざるんです。でそのうちの,その高校ってあの単位制だったので、まあ、単位さえ取れば卒業できる。 ということでその実際にその昔高校に行けなかったけれども今高校に行っているって方とか、まあ、やっぱりたくさんいましたであその中でこうやっぱりその本当にそのいろんな事情を抱えている人がいてその例えばんだろう、まあ、ちょっとプライバシーもあるんであれなんですけれどもそのやっぱりそのお父さんから虐待を受けてて小さい頃はそのお父さんと一緒に暮らせなかったって人とかあとやっぱりその、まあ、あれですぎ、まあその夜の仕事をしながら高校に通っている人もいましたし あとやっぱりその校則とかそうう制服とかも本当自由だったんで、まあ、自分自身もやっぱりそのすごくもう金髪にガンガン染めたりして、まあ、やっぱり本当にもうすごくまあ高校本当に一般的な高校生っていう感じの高校ではなかったんですよね。だけれどもなんだろうなそのやっぱりそ,のこうなんかそういうふうに話してみるとそのなんか。 塚川って人間はその中退を繰り返してなんかそのこういうんかエキセントリックな人生がすごく好きな人なのかなって思われてしまうかもしれないんですけどそうじゃないんですよ。そのなんていうかその私自身も結構ほん本当はその私自身の,その一番の夢ってそのなんかあの隣のところに出てくるあのお父さんいるじゃないですか。なんかああいうお父さんのようになんかこう穏やかに生きたいってずっと思ってたんですけど、まあ、なんていうかそのなんていうのかなその本当に うまくこうやっぱ生きれない生きれないことがあるっていうかこうなかなかこう人と同じように生きようとしても何かこう人と同じようなことがうまくできないっていうことが結構あってで今その紹介したその厚木瀬名高校で出会ったその友達とかも結構そういう子がたくさん多かったんですよね。でそういう,こう出会いを通じて自分そのその後そ,のそういう出会いからあのあなんか やっぱこういうことを学んでその自分がなんかこう日本のなんか教育とかに携わってみたいなと思ったんですよ。こういろんな人に出会って、こうなんかあそっか,なんかこう、だったらその自分が学校の先生になって、もっといろんな子供たちをこうなんか守ってあげられるような、そんな先生になりたいなって思って、まあ、教育系の大学に入学するんですけれども、また、あ、そこ中退しちゃうんですよね。で まあこれ見るとそうなんかすごいなんて志とか口だけは立派だけれどもなんてこいつあの忍耐力ないんじゃないかって思われてしまうかもしれないんですけれども確かに忍耐力自分で言ってもないんですか忍耐力ないんですけれどもそれ以前にそのどうしてその自分が結構その中退を繰り返したかっていうとまあそこに理由があって。 自分結構そのなんか熱中しちゃうタイプなんですよ。その好きなことに熱中しすぎて。まあ、そのせいでその今回のその、えー、ガイダンスのその案内のそのページでもその内申点19っていう,こう数字って本当にそのなんかもうど中学中学校入学生の時にもうどうしようもなくなるっていうことをそのあの案,内案内に書いた書いたんですけれども本当その自分その中学校入学生の時はそのもともとその小学校の時にその柔道をやってたんですけれどももう本当柔道とか そういう方向に走んないでその柔道の後のその一緒にその柔道の先輩とやるカードゲームがすごく好きででそのもっとカードゲームにその小学校中学校すごいのめり込んじゃったんですよ。でそのせいであのもうなんかカードゲーム毎日カードゲームばっかりやってたせいで学校とかもなんかだんだんこう毎日こう来てもこうこうやってぐたってこう寝たりしてやっぱりそのそのそのせいでやっぱこうどんどんもうなんか内心点も下がってってでこうでなんかその 結構こういうなんか視覚に受かる人ってなんか本当はなんかなんかこうよくなんかビリギャルとかって言った時入ったじゃないですかでも結局なんかこうでも素頭はすげえいい人だからそういう人がなんかこうもう一回勉強始めたように思わないんですけどもう自分は別にそんなこと全然なくて本当にその小中とカードゲームに熱中しすぎてそれでもで気づいた時にはもう本当もう勉強をどうやってやったらいいかも分からなかったんです。本当にで そうあのカードゲームに熱中すぎてでそのであのあれですあのでその内申点19っていう数字を取ってでそのまあ,あの中学校の3年生を迎える前に保護者面談ってあるんですよねでそのこう自分と自分の母と先生でこう三者面談するんですけれどもいやもう塚川はほ前行ける公立高校このままだとないぞって言われてでもそれを聞いてうちの母はちょっともうすごいもう泣いて。 え、なん、なんで、なんでって、なんか、あんた学校行ってるのって感じで言われたんですけど。で、まあ、普通に学校行ってたんですけど。で、やっぱ、その、学校の先生も、本当なんだろう。いや、本当にやばいぞっていうところになって。で、あ、やべい、そその時に、あ、本当に、今の自分ってやばいんだって思ったんですよ。もう。あ、いける高校もないし、なんだろう。かといっても、これ以上、やっぱ、その、両親、なんか、親が泣いた姿を見て。あ、もう、これは、本当にやばいぞって思って。で、じゃ、そこから、じゃ、どうするか。本当に、あの。 今,日今、今丸一のテーマがその勉強上手はデシリーズ上手なんですけれども、あの、本当に人間やっぱりその最後追い詰められて、追い詰めらった時にそこからどうするかってところがすごく大事です。で、自分はそこで本当に内申点19で、いける公立高校はない、え親はやっぱ本当に悲しいくらい、悲しい顔して泣いていると。で、どうしようかと思った時に、あの自分はその、その大好きなそのカードゲームであの学んだ経験を生かしたんです。あの、 結構その、失礼します。あの、カードゲームって、あの、そうだな、その、あんまりやったことない人って結構多いと思うんですけれども。まあ、こう、具体的にそのカードゲームって、まあ、要はその、まあ。おもちゃ屋さんが販売しているカードを買って、それで、あの、まあ、カードを組み合わせて、それで、まあ、戦うんですよね。で、自分はやっぱそのカードゲームはすごく大好きだったんで、何とかしてカードゲームで強くなりたいって思ったんです。 でそういう時にそのどうしたら強くなるかって徹底的に考えてまずやっぱりその一番最初にあのやったのはカーードゲーム強い人に話しかけるんですよ、ね、あのやっぱり具体的にあの自分そのカードが全然強くならないんだけれどもまあどうしたらいいんだっていううに聞いたところやっぱその人が言ったのはやっぱりそのじゃあ,あの強い人が使っているカードを完全に真似してその,その人がその今カードを 使ってそのカードの使い方も全部真似すれば絶対に強くなるっていうふうに言ったんですよ。で実際にその自分もそのカードをやっぱりその若干そのお金もはたいて買ってそれで,こうで、まあ、あのカードのデッキっていうのでッキを組んでやっぱそのこの経験からやっぱりその、まあ、さっきの「まる1」の「勉強上手」は「弟子上手」じゃないです上手なんですけれども本当にその。 やっぱりその一つは、今、今、こう、自分より、その、上の段階の人に、あの、勉強とか、こう、何か教えてください。って、やっぱ、言うのが、すごく大事って思ったんですよ。で、実際問題、その、まあ、カードゲーム。と、勉強は違うじゃないか、って思うかもしれないけど、案外、その。自分、その、実際問題、その、司法書士の勉強を始める時も、自分の中の、その、師匠が、何人も、やっぱ、いたんです。こう。 例えばその自分はその横浜本校に模擬試験の時にその通学していってそれでこう模試とかで点数と勉強するんですけれども全然点数上がらないと。でどうしたらいいかと思った時にやっぱりその昔の経験でやっぱ近くの,その席に行った人にあのまあ自分ってっ同じくらいの年の人ですよねにそのあの点数聞いてやっぱその点数めちゃめちゃ良くて「えどうやってやってんの?」って聞いたらやっぱそこでいろいろアドバイスをしてくれたんです ですよね、だからやっぱりそのまずこう本日の伝えたいことの一つとしてその本当勉強上手は弟子入り上手っていうところであのやっぱりその結構ここってもちろんその考え方分かれるところだと思うんですけれどもでもやっぱりその自分は勉強仲間って絶対作った方がいいと思います。 まあ、なとはいえまあそのなかなかこう人と話しかけづらい、まあ、こう話しかけるの結構抵抗あるって方もいると思うのでだったらこうんだろうなあの自分はあとそのレックの先生とかにもひたすらどんどんこう声かけて勉強教えてくれってもうひたすらあの本当にもう言いまくりましたでやっぱりそのやっぱその秋崎の秋元先生もそうなんですけれども本当レックの講師司法書士試験の講師で話したことない人はあのおそらくあの、まあ、関東圏に関してはいないですあの基本その全員やっぱその話して あのやっぱりその一つやっぱその講師の意見を素直に聞くっていうのはなんかこれ営業トークじゃないですけれどもやっぱり本当にあの絶対効率的なんですよ。あのやっぱりその講師の方って四六時中その試験のことを研究していて今現在その自分がその司法書士科のスタッフとしてやっている時もやっぱり横でその講師の方の,その勉強している姿を見るとあ 本当すすごいなって思うんですよねだからやっぱりその、ね、まあ本当にまにうまい自分の師匠を見つけてそこにまあ弟子入りをするっていうのは本当勉強のコツだと思いますはいですねでまあ一つ目がそのえー、よいしょこの「勉強上手」は「弟子入り上手」っていうあこちらごめんなさい点でしたでそうですねで まあ、あとはそうです、ねまあ、今自分その講師のことも言ったんですけれども案外その結構何かこう司法書士試験の,その受験生ってライバル意識もあるけれども案外そのみんなこう共通の話題に飢えてるんです何か「輪崩れ怖いよね」とかあのなんだろう「不動産投機法難しいよね」とかってこう分かってくれる人が意外にそのやっぱ職場とかその学校でいないから結構その話しかけるとフレンドリーな人すごく多いんですよね。 だからやっぱりその、まあ、もちろんその講師に、講師にも、あの、話してほしいし。あと、やっぱ、その、本当に、本当、やっぱ、気軽に人と話しかけ、気軽に、こう、やっぱ、勉強仲間って作れると思うので。これは、本当に、なんか、ぜひ、その、やっぱ、やっていただきたいなって思います。その、自分が、その、今日、その、勉強には夢があるって言って。やっぱ、その、どうして夢があるって思うかっていうと、やっぱ、そこで、こう、出会った勉強仲間って。すごい長い付き合いになって、本当に、一緒にいて、すごく楽しいんですよ。あの。 去年もその今の時期あの合格発表を待ってる時に本当司法書士受験の,その勉強仲間3人であの、えー、埼玉の森林公園に行ってちょっ温泉入ってきたんですよね。でやっぱ温泉入りながらやっぱその自分もそのこの時期去年のこの時期すごく不安でいやもう試験はあれだなとかって言いながらだけどこうなんか言いながら心配しながらおいしいものを食べてたんですけどやっぱなんかこう共通のそういう勉強いう なんか共通でしか分かり合えないことがあるからだからこそ勉強仲間って結構仲良くなれると思うので、まあ、本当だから自分その勉強にその夢を持つっていう点から勉強仲間やっぱり作った方がいいなっていうのは心からやっぱお勧めしますあの、まあもちろんその考え方は分かれると思うんですけどね。はい、で、えーまあ、ま今,今の1点目がその勉強上手は弟子入り上手でした。で 次にそのとにかく本日伝えたいこと4つの2つ目の理解,理解から暗記にこだわらないというところに、えーえーえー、を説明していこうと思います。はい、でこれあのレジュメで言うと2ページ次のページになります。うん、これですねはい でまあ、その自分そのこのガイダンスやる前に YouTube 上でガイダンスをさせていただいた話したんですけれどもその直前期にあの自分の,その同期の合格者にそのアンケートを取って具体的なその勉強の方法を集計してあのでこう皆さんに紹介するってガイダンスをさせていただいたんですよ。な、ま、ん、あ、でかっていうと結局まああの自分の言いたいことを自分で言ってて一番楽しいのはやっぱ自分なのでなんかそれじゃこう,やっぱこう客観性がないからじゃ他のみんなはどうしてたんだろう っって思ったのとあとやっぱこうそういうなんかいろんな勉強方法を集計することによってなんか本当勉強のものすごく効率的なものが見えてくるんじゃないかと思うのはちょっとやってやらせていただいたんですよね。でその中でそのまあいろいろこう、まあ、大人の事情でできなかったんですけれどもあのやっぱその合格者の人大体そのレジュメには一応その25人って書いてあるんですけれども実際には本当これ飲み会とかのいわばたまない会話を言うともっと聞いてるんですよね。まあ、その中でやっぱりその 本当暗記っていうところについて合格者の人にまあ同じ同期の同期に聞いてみたんですけれども、やっぱりその理解してから暗記していましたかっていう点に対して、やっぱりその23人がノーなんですよ。まあこれ具体的本当9割以上ですよね。で、ところどういうことかっていうと、そのまあやっぱりその闇雲にその暗記してもしょうがないっていうのは間違いないんですよ。あのやっぱりその例えばテキストに結構その図表とか あるけれども、その図表が何か分かってないのにその図表を覚えたところで、そのただのそのエクセルに過ぎないんですよね。だからそのその図表がこう具体的に何を示しているかっていうのを分からないとやっぱりその暗記は難しいんです。だけれども、だけどもとあの裏を返すとその結構そのこれなんか多分ねその私自身その,その最初そのさっき紹介したんですけれどもその最初教育系の大学まあ、だあるそのある大学の教育学部 に入ったんですよまあこれなんでそのぼかしてるかっていうとその印象悪くないかなと思ったんですけどやっぱその大学の中でもやっぱそそのの学習指導要領って作るんででですよねでその中でやっぱりその日本の教育自体が結構その理解してから暗記しようっていうところにすごく今すごくシフトしてる感じなんですけれどもでも案外その覚えてから理屈がわかるっていうことも結構あるんですよ。だかからなんかその 今レックの,その司法書士専門スタッフをさせていただいて,いただいて結構そのなかなか覚えられないんですっていう方すごく多いです。で,のでどうして覚えられないかと思うとなんか理解できなくて覚えられないっていう方非常に多いんですけれどもあの、まあ、それやっぱ間違いなく理解して覚,覚えることができたら最高なんですけれどもあの現実はそんなにうまくいかないんです。あのやっっぱり法法律律特にその法律ってなんか全体像が分かって で初めて「あこれってこういう意味があったんだ」っていうのがなんか後から分かることがかなりあるので初めからその最初から理解しようとするとかえって勉強だんだん分かんなくなってきてあの勉強が楽しくなくなっちゃうっていうところなんです。でこの点やっぱりその自分がその合格者の聞き取り調査でも確信したのがあのやっぱりその,この今具体的な25人中23人がまあ理解してから暗記をしていましたかに対して「まあ、言えって言ったんです。 じゃあその具体的にどうしてたかっていうと皆さんやっぱりそのね本当にひたすらこうノートに書いたり例えば「定等権って書いて定等権の意味を横に書くっていう作業をあの本当に10回から20回を当にもう定等権定等権定等権ってもうひたすらこう要は書き取りしたんですよね。これっていその中学校の勉強でいうところの,あの英単語の,その暗記方法とかあとその漢字とかもそうなんですけれども例えばその。 漢字って、まあ、証券文字とかってて文とかいうかあのもので具体どうしてこの漢字がこういう形をしてるかって、まあ、理由付けできるものってやっぱあるんですけれども基本そ,のそれ以外のものもがやっぱ多いんですよあのなんとなくこういう形してるけれどもきっと皆さんも例えばそのあの自分の,その名前とか住所の漢字ってどうしてこの漢字がこういう形してるのかって別に考えて覚えてないと思うんですよね。 ただ例えばその自分その塚川の側がその三本川まあ三本川だったらその川の流れる様子だと思うんですけどそのとか特にまあどうしてこういう形になるか分からないけれどもだけど人間ってちゃんとそのこれはこれだって覚えることがやっぱできるんです。でこれと同じようにその法律の勉強もあの やっぱその定等権とは何か定等権とはなんか非単も細菌を担保するためにっていう感じでその要は定義ですよねその定義をやっぱしっかり覚える作業っていうのを本当合格者はほとんどみんなやっぱやってました。あの合格本当にねあのいやなんか直接例えばそのあの私自身そのビジネス法法検検定と法学検定ととと学行政試試験と、まあ、司法書士試験司 ま言ってきたんですけど、まあその中であの具体的にその提督権とは何ですかって問題が出るかっていうと、まあ、出ないんですよ。で、やっぱ出ないからみんなやらないんですよ。やらないけど、でも実はみんながやらないからそういうところがものすごい差がつくんですあの。やっぱそのわからないのが来たときにその定義から考えるとわかることが結構たくさんあるんですあの。だけどそのどうしてもその過去問とかで。 これなんか低等権とは何ですか質権とは何ですか大別弁済とは何ですかっていう聞き方をしないからだからみんなそういう勉強しないんですよ。だけど合格者っていうのはほとんどの合格者がみんな絶対にそういう暗記作業をしてます。やっっぱりそのこのまあ25人もっとこう実際問題その 小数の研修って、みんなすごくテンション上がってるんで、もうひたすら名刺交換しまくるんですよ。だから実際問題、その私自身、その、おそらく関東圏のその合格者は。まあ、延べ300人以上と話してるんですけれども。のその中で、あ、この人すごいの天才だなっていう人も。確かにいました。やっぱりなんか話してて。あ、この人なんか、要はテキスト一回の基本を覚えられるっていう天才も、やっぱ中にはいるんです。中にはいるけれども、その天才の割合って、合格者の中でも、正直、あの。 多分ね。3%くらいだと思います。だから何て言うのか結局そのだから600人いたら18人とかなんですよ。結局だから、ね、ほとんどの人はやっぱりあのこれ努力してます。あのなんか鼻歌歌いながらなんとなくこう。毎日テキスト読んで気づいたら合格したっていう。合格者はまずいないです。あの、やっぱりその私が知ってる。その天才でも。 そやっぱりすごいもう一日20時間以上勉強して体ぶ,体ぶっ壊れても勉強する人とかあとそのなんか体にそのジンマシンが出ても会社法の勉強をや,や,やる人とかっていう感じでやっぱその天才でも,もうなんかもう努力してますだからこのことがやっぱ言うのは本当にそのなんかこうやっぱりね暗記ってその努力なんです結構で本当に何度もこう繰り返すうちに人間ってやっぱ覚えるんですよね。 だからこうあのやっぱりそのテキストを読んで過去問を読んで、まあいやまあ、レックの例えばその講義でいうとレックの講義を聞いて、まあ、その部分のテキストを読んで,で過去問を解くで勉強終了って方多いんですけれども最初のうちはそれでものうちはその3つができれば基本あのもう十分なんですけれどもそれに加えてある程度学習が進んできたら絶対そのテキストのこのページを覚える作業っていうのを絶対にその 勉強に取り入れることがやっぱり私すごく大事だと思います。あの、やっぱりその。理解してから暗記。は本当にすごくあの、いいことなんだけれども。覚えてから理解することもできるので、あの、ある程度学習が進んだら、絶対に暗記作業をやった方がいいです。あの。で、まあ、具体的にどんな暗記作業かっていうと、やっぱりその、本当にみんな、その、漢字の書き取りみたいに、ひたすらたくさん書いたり。とか、まあ、あと、早稲田自身は、その。スマートフォンに、あの、ステを吹き込んで、あの、抵当権とは何か答えをやって、まあ。 こうあの何秒間,間間を空けて定等権とはこうちょっと今,今覚えてなくて悲しいんですけども暗記作業したのにだけどこういう感じでその自分でその何とかその例えばその何度も見るなり何度も書くなり何度も読むなり何度も言うなりって感じで意識的に暗記をしようと思えれば暗記できますやっぱりその。でこの暗記作業はものすごくあの地味なんですけれどもこれがやっぱり一番効いてくるのでもうこれやっぱそのあの暗記作業はぜひあのやっていただきたいです。 まあ本当これはもうあの熱意を持ってお勧すすめしますで,で結構そうですねで、まあ、まあ本当にまさに暗記作業っていうのは大事なんですけれどもそれでまあ、まあ、まさにその、えー、漢字や英単語を覚えるように暗記していくのが理想って書いたんですけれどもそれで何よりもその「覚えたことは何か」を人に説明できることが大切だと思います。あので具体的に何だろうその まあ、例えばその人にその定答権とは何かっていうのをこう説明したりって、まあ、その私自身はその勉強してる時に結構その私自身はこういう性格なんでこう周りにどんどん話しかけて勉強仲間たくさん作ってでお互いにそのテキストを持ち合ってこう例えば P395 ページのこの図表を上から述べよってこうお互いに言ってあ上のマスは確か定価の作成あの、えー、発行化,化の株式の卒業みたいな感じで,その感じでこうお互いにこう。 記憶作業をしつつ、じゃあ具体的に定款の絶対的記載事項をもつな何,何ってこう？お互いにこう覚えたことを何かこうあの言い合ってたりしたんですよね。やっぱりその覚えたことを何かって人に説明できるようになると、やっぱり。それも記憶の定着にすごく繋がるんですよ。で、これやっぱそのなんだろう。勉強仲間が例えばなかなか作りにくい環境だったとしたら、本当その自分でそのスマートフォンにあの。 吹込むだけでもやっぱだいぶ違うので、その私自身はそのこの勉強してと途中こう要するに仕事もしていたので、でこう通勤時間特にその自分その小田急線で通わたんですけれども、その小田急線ってやっぱりそのめちゃめちゃ混んでて要するに通勤中になんか通学時間に隙間時間を利用して勉強しようつっ,っても、そのまずテキストを開けないんですよね。だからこそ自分はその自分の音声をあのスマホに吹き込んでそれをこうあの 通勤中に聞いてました、まあ、だからねそそうそう、えー、やっぱりその覚えたことは何かっていうのを人に説明できるくらいあそう覚えたことを何かを人に説明できるくらい暗記作業をすることを本当にお勧めします。でまとめると、まあ、本当に、えーまあ、100の曖昧な知識より10の確かな知識が大事、まあ、これは本当にそう思いますあの。だけれどもそれはやっぱある程度繰り返さないと身につかないです。あの そのやっぱりその私が出会ったその 3%,、まあ3の天才もいますけれども基本何何何何度度度度も何度も何度も何度もやらなないいと覚えられないですだけれどもその人間って一回覚えたことを忘れても別にそのなんか全て消失するわけじゃなくてもう一回見ればすぐ思い出すんですよねだから忘れ,忘れたからといってまあゼロになるわけじゃないのでだから本当にもう繰り返し繰り返しやるっていうのが本当大事です。 でやっぱりその同期の合格者でもやっぱそういう方も本当にもうひたすらこう何度も繰り返してやっぱ暗記作業をしていたって言っていてあとまあこれその司法書試験は独特かもしれないんですけれどもそう直前期の残り2週間で一気にこう全範囲を詰め込むっていう勉強がどうしても必要になってくるんですよ。やっぱりだからそのもう正直あ,のあれですあのもう 試験終わったら忘れちゃうけれどももう残り2週間で一気にこう,う本当に知識を詰め込んでそれでいくっていう感じなのであの忘れてもやっぱいいんです忘れてもいいんだけれども結局その試験中に試験中その試験のその,その日に覚えていればあのいいのでだから本当にやっぱ頭に知識を詰め込むしかないっていうところですよね。まあいかそう,いうふうに言っちゃうとすごいか夢がないですけれどもでも本当にやっぱその。 やっぱ暗記暗記するにはやっぱ暗記作業をするしかないので、まあ皆さんやっぱ暗記作業は本当心からお勧めします。はい。はい。で続いてがですね、えー、勉強の計画は、えー、完了形立てるということです。でまあこれ具体的にどういうことかっていうと、まあレジュメでいうとまあに二ページのまあ中段なんですけれども、まあいわゆるそのまあゴールからの逆算思考っていうところですよね。まあこれまあ具体的に自分その 私自身もそのあのやっぱりそのこ,れこれもあのさっきの暗記作業と同じくらいその3つ目としてそのやっていただきたいことなんですけれどもその自分がどういうふうに合格するかっていうのを決めてほしいんですよ。あのまあ、本試験で具体的に何点取るっていう点プラスそこに至るまでに自分はどういう道のりを進むのかっていうのを自分で決めてほしいんです。あのあの結構その受講相談で多いのがあの今日あの自分その司法試験を始めると思うんだって。 じゃなるほどじゃあ一緒に頑張っていきましょうっていうんですで具体的にそのでなんかでい,いつ受かいたいですかっていうと三年以内に受かいたいですねっていう方結構多いんですよやっぱりそのあのわかりますやっぱりその難しい試験だからこうやっぱそういうなんだ長期計画を立ててそれでやるのもやっぱたあの間違いではないんですけれどもだけれどもやっぱりそのねあのじゃあ三例えばそのまあ三年後に受かるとしてその じゃあそのそれまでにどういう道のりを立てるかっていうのはやっぱ絶対にやっぱやってほしいんです。こう今そのこれ私自身こう実際こうあの合格までにどういう道を行こうかって考えてこうまずその要は本試験でまあ合格点を取り合格するっていうところはまあ一応その司法試験のその試験の試験対策としてはこれがゴールになるんですよね。でしたればそのそこに至る前にはどうしたらいいかっていうとあの。 やっぱりそのまず,まず 6, 月6月中に行われる他の予備校の模擬試験でまあ合格判定を2回取るっていうふうにこう立ててでこれ何でかっていうとやっぱりその自分自身その運よく3回で合格させていただいたんですけれどもレックの模擬試験って何度かやってるとあれこれ見たことあるぞってやっぱあるんですよね。それはまあやっぱりそのどうしてもその この問題はその学習効果が高いからやっぱこう入れておきたいっていうところがあってそれで入れてるんですけれども要はその一番そのよろしくないのがレックでその C ランクとかになっている模試,なんか模試とかも普通に取れちゃうとそれで点数が上がっちゃうんですよ。まあ、いわゆるそのまあレック慣れっていうんですけれどもまあそれをそのこうレック慣れしちゃってる自分は本当に実力があるのかっていうのを確認するためにまずその年明け6月の前は。 本試験1か月前の模試の他の予備校の模擬試験で合格判定を2回取るっていうのをまあ逆算して立ててその前にはやっぱその松本さんレックの模擬試験で S 判定を2回以上取らなきゃダメだよねっていうふうにあってじゃあレックの模擬試験で S 判定を2回以上取るためにはどうしたらいいかっていうと自分が考えたのは。 テキストの図表を暗記作業して覚えるじゃテキストの図表を暗記作業して覚えられるようになるにはどうしたらいいかっていうと、まあ、テ,キストテキスト内容は一通り分かるようになるじゃテキスト内容は一通り分かるようになるにはどうしたらいいかっていうと、まあ、テキストは一,一通り目を通すっていう感じでまあそのゴールから逆算して具体的にあの例えばその 来年の4月までには自分はどの段階にいなきゃいけないのか5月にはどの段階にいなきゃいけないのかっていう感じでそのまあ要は勉強の計画をその完了形でで立てて欲しいんですよねそのやっぱりそのでこれに関してその具体的にまあこういうのってこう正しいその要は合格に対する このステップっていうのはなかなかそのまあ今自,分その自分が考えたって言ったんですけれども別に自分の力で考えたわけじゃなくてやっぱさレックの,その先生に話しかけて具体的にじゃあ6月じゃどの程度の自分でど,ど,どんな自分でいるべきなのかな5月の自分はどんな感じでいるべきであったらいいんですかっていう感じで、まあ、要はその月ごとの,その到達度目標を作ってそれでやっぱ勉強しました。だからそのやっぱりその この試験すごくこう難しくて運に左右されるところも絶対にあるんですだけれどもあのやっぱりそのどういうふうに自分が合格をしていくか、まあ、いわゆるその勝ち筋ですよねその勝ち筋をしっかりこう固めてやっぱ勉強していくといいのかなって私は思います。でこれあのそ自分その高校生の時にあの最初にアルバイトしたのがそのまあハンバーガーを作るっていう感じだったので。 まあ、ハンバーガーのレシピ,、まあ、レシピにちょうど例えてみたんですけれどもハンバーガーももうあのハンバーガー作るのも結構あそこすごく戦場なんですよ。もうね例えばその部活外のなんかあの監督がチーズバーガー50個あチーあこれ言っちゃったら分かっちゃうんですけどまあ,あの、まあまあ、なんとかバーガー50個っていうと、まあ、それだけでもう厨房がパンクして他のお客様の対応できなくなっちゃうんですよね。だかかららそそそのののたためににどううしたらいいいっていうとあのその場その場であの本当に手順をあの要は その 50, 人を50人のお客様をちゃんとこう対応しつつも他のお客様を対応するにはどうしたらいいかっていう感じでもうやっていかなきゃいけないからこう本当ハンバーガーとかもその作る手順もすごくこう一番こう効率のいいハンバーガーの作り方をやっていかないとあのやっぱ厨房が回らないですよね。でそ,んだけその時やっぱりその、まあ、これ実際問題その、まあ、これ今自分が言ってるセリフって別に自分が考えたわけじゃなくてそのまあ まあなんとそのファストフード店のマニュアルだったんですけれどもあこれ面白いなと思ってそのやっぱそのお客様のお会計を進ませるっていうところから逆っていうゴールから逆算して、まあ、包んで渡すで肉を挟むどうして肉この肉を挟むっていうのはここに来るかっていうとその肉を焼き始めてからその10分経たないとハンバーガーの肉っておいしくならないからだからその肉を焼いてからんだろう若干そのタイムラグが起きるんですよね。だからその間にこう肉を焼き始めて って感じでそのパンをトースターに入れてソースをかけてチーズをのせてで10ここで大体肉を焼き始めてからまあ10分が経つからそこに肉を挟むっていう,こう作業が来るんですよ。でもちょっとまあこれハンバーガーのレシピとその勉強計画って若干無理やりなところはあるんですけれどもだけれどもやっぱりその。 あのまあ、本当に正直予備校の司法書士の講師だったら具体的にその大体この時点で自分はどこにいたらいいかその受講生がどの,どの段階にいるのがベストかってみんな把握しているのでこういうのをやっぱりその先生の受講相談とかであの聞いてほしいなと思いますあの自分自身も結構その相談を受けて結構そのやっぱりその、まあ、今度その例えば渋谷駅前本校で個別面談を予約したんだけれども先生に何を聞いたらいいか教えてくださいって来たんですよ。 でこれでもあすごいいい観点だなと思ってなんか何を聞くべきかっていうのを自分に聞くっていうのもでもそれもやっ,そや,っやっぱその効率的な方法だと思うしやっぱりそのなんか何でもかんでもその人に聞くって正直社会人としてはまあどうかっていうところもあるんですけれども受験勉強としては自分は正解だと思いますやっぱりあのやっぱ自分で考えてやっぱその自分なりの答えを持って仕事はしなきゃいけないのもあの受験勉強においてはあのもう効率的な 勉強のやり方とかってほとんどやっぱ確立しちゃってるんですよ。あの、やっぱその要はさっき言った。その3%の天才みたいな人は違うんですけれども。基本やっぱりね。あのあのプロの話を聞いた方が絶対にいいです。だからこそ、その勉強の計画とかも、そのそういったプロの話を大いに聞いて、それでやってみるといいのかなってやっぱ思います。はい。でまとめますと。 でまあやっぱそのさっきの勉強計画じゃないですけど、えー、いつまでに何をどこまでやっておかなければならないこう本当に明確にしておくことですあのやっぱりそのすごくこうなんかあの厳しい言い方で申し訳ないですけれどもあのいつか受かればいいっていう人はまず受かんないですやっぱり自分は絶対にその来年に受かるって決めた人は来年かもしくはその再来年に受かるっていう試験なのでもうまず自分がいつ受かるかっていうのを絶対決めますで絶対決めて受かるためにその本試験で合格点を取る で、じゃ本試験で例えば合格点、まあ具体的にまあ二百二十点とか取れれば大体どの年でもまあまあ平成二十五年とかもあるので、まあ二百三十点取るとしましょう。二百三十点取るって決めたならば、じゃあ二百三十点を取る人は普段の勉強でどんな勉強をするだろうって考えます。考えて、やっぱそれをこうやっぱ自分は自分は本当自分も同じようなことを考えて講師に相談したんです例えば司法書士試験に二百三十点を取るためにはそのどうしたらいいですか、根本先生って感じで聞くと。 じゃじゃ、択一で午前は二十二十八問、午後は三十何問って、記述でこの点取れるといいよね。ってそのためには、例えば卓一は一日これくらい勉強して。ええー、記述はこのくらい勉強した方がいいってことも、やっぱ講師の方ってね、ちゃんとみんな分かっているので。やっぱそういうのは、やっぱこう相談した方がいいのかなって思います。で。だから、それがまあ、二点目の、その、そういった学習計画は。一人では絶対に決めない。あの。やっぱり、そのね、なんか、一人でこう決めちゃうと、あの。 そのゴールゴールは見えてるんだけどゴールまでちょっと迂回するような感じになっちゃったりするのでまあね本当3%の天才の方はいいと思うんですけれどもやっぱりその自分とかは本当にそのごスタートがここだとしたらこういくためにやっぱりその一人で決めないってことをあのモットーにしましたで最後あとまあやることとやらないことをしっかり区別し決めるっていうところですあのまあこれもその勉強の計画でまあ具体的に6月までにはまあこの自分でいる まあ要はそのさっきの例でいうと他の予備校の模擬試験で合格判定を2回取るっていうところなんですけれどもまあじゃあ合格判定を2回取る取れたらいいんですけれども要はほかの,の予備校の模擬試験で合格判定を2回取るのに必要じゃない勉強を,をやっぱりしちゃうとなんだろうまあそれでもまあ成績伸びるかもしれないけれどもその時間があるんだったらやっぱりそのせあの暗記作業とかやっぱしっかりした方がいいので。 そのやっぱやることとやらないことをしっかり区別し決めるっていうところもすごく大事さの。やっぱその皆さんその結構やっぱ受講相談でも一日あん大体私は五時間勉強できますで二時間テキストを読んでで二時間講義を三時間講義を聞いてっていう風に進めようと思うんですけれどもあの他に何かやったことやややややった方がいいことはありますかって聞く人結構いるんですけれどもあの。 そう、皆さん、やることはしっかり決める。だけれども、やることを決めたら、他のことはやらないってことを決めないんですあのやっぱり、あのね、やることを決めるのも大切なんですけども、やることを決めたら、それ以外のことはやらないっていのをしっかり決めるのがやっぱ大事です。それだけ本当は伝えたいなって思います。はい。で、まあちょっと、時間がだんだん迫ってきたので、やっとまあ今日のメインテーマに入るんですけれども、 本日の自分が伝えたいこと4つの、1つ目が勉強上手は弟子上手っていう点でした。で2点目が理解から暗記にこだわらないで。3点目が勉強の計画は完了をかけ立てるっていうところで、今日の,そのガイダンスの4つのテーマ、勉強には夢があるっていうところです。で、ちょっと失礼します。 もうちょっとなんか、ここちょっと、あの、やっぱ熱愛で喋りたかった、ちょっと水飲んじったんですけども、あの、やっぱりその、どうしてその自分勉強には夢があるかって言いたいのかっていうと、やっぱりその、自分の前でその仕事で体や心を壊す人が、やっぱ多いんですよね。あの、まあ、これなんかその、私自身正直その、まだそんな大して生きてないので、人生経験もその、なんかこう、浅いから、なんか下手なことは言えないけれども、だけれどもこう、やっぱりその、なんかみんな、 こう,うまくいけなくて苦しんでる苦しんでてなんかこう心を壊しちゃうっていう友達が結構多いんですけれどもだけれどもこうやっぱその自分,やっぱ自分やっぱその人の人生ってやっぱそれなりにこう要は何だろうその人が輝ける生き方絶対あると思うんですよ。でこうレジュメににはそのペッパー君なならなくても良いと思うっていうのを書いたんですけれども。あの この前その回転寿司に行って、で、そこの回転寿司屋さん完全にそのペッパー君が接客したんですよ。ペッパー君がお客様の人数聞いて。でも本当にもうじゃあ,あ、の A. の何席に行ってくださいみたいな感じで言ってて。で、こう、で、まあ、何が言いたいかというと、あの。普通のやっぱその、私自身もそうだったんですけれども、普通の人が当たり前にできることを自分ができないって。やっぱ、そのすごく苦しいんです。苦しいけれども、普通の人が当たり前にできることって、結局機械でもできちゃうよねっていう話なんですよ。 やっぱ結局その接客とかでもペッパーくんできちゃうし今車でもやっぱ自動運転とかもこうで、まあ、まあもちろんまだ、ね、まだ,まだその技術的に問題あるけれども普通の人が普通にできることって機械もできるんだからだからこう、まあ、やっぱそのなんだろうなこう常識とかは大事だけれどもそういったこう普通の人が普通にできることを自分もできるような人間にならなきゃっていうその から、からに、こに、こう、はまろ、はまることに苦しむからだったら。まあ、自分、自分なりに、こう、生きてほしいなっていうのが、やっぱ、こう、自分の、こう、思ったところなんですよね。あの、やっぱり、その、司法書士の、その、研修に行くまでは。自分も、あの、一体、その、やっぱ、研修の、その、合格者って、きっと、みんな、すげえ、本当に。要は、すごい、こう、なんか、こう、高学歴で。 も,うものすごい人なのかなと思ったけれども、まあ、もちろんみんなそのやっぱ努力をしっかりきたすごい人なんですけれども本当にやっぱり本当にそんないろんな合格者がいてでやっぱり実際その今実務で活躍しているその司法書士を見てもやっぱり本当にいろんな人がいるのでその要はなんか司法書士ってこういう人っていうなんかこうやっぱあんま概念がまあない,ない,ないんですよね結構やっぱその人なりの,その司法書士っていう像があるからだからまあやっぱだからそういう意味でもそのなんだろう 何か,かそういうふうにこうなかなか自分がうまく人のように生き合えないで苦しんでる人はじゃあもう思い切ってこう勉強を始めてなんかこう資料とかになっちゃった方がこうなんだろう楽しいしきっとなんか楽だよっていう,なんかこうなんかまあちょっとなんかこんな軽いこと言えないけれども本当私はやっぱその周りのその友達とかでそのこうこ本当にやっぱそういうみんな,なんか心を壊しちゃってそういうのを見てきてからこそやっぱ思ったんですよね。でさらにこう まあ個人でやっぱり今,、ねまあ、今回自分そのこの講演会やるよっていうのも自分そのやっぱもともとやっぱりあの高校時代大学時代その音楽に熱中してたんでその自分の YouTube のチャンネルがあってまあそこでこう案内とかしたりまあブログでも案内したりしてまあ結構今日本当皆さんに本当に来ていただいて本当にあにありがたい思いなんですけれどもやっぱりそのまあねやっぱりそのまあ 個人で戦えるツールが充実している時代なのでこうまあこう自分でやっぱやりたいことがあるんだったらこう自分でやっちゃってもいいんじゃないのかなっていうのがやっぱその思うんですやっぱりまあまあそういうだからそのまあどうしてそう思うかっていうとやっぱりいろんなその使用書士合格してすぐにもう独立した人も何人かいてそれでもまあやっぱこう。 こうちゃんとなんとかやっぱやってるんですよね。こうなんか週刊誌とかでなんか資料は稼げないみたいな感じでいう記事ありましたけれども。あの、私が周りで見る限りでは、そんな人やっぱいない。まあ、あの、と思います。あの、やっぱりその、例えばその資格を取ったら、もう何もかもがすべてうまくいって。人生バラよっていうことは世の中甘くはないです。やっぱりその、なんか資格は持ってても、ちゃんと人とこうコミュニケーションを取れたり、人のことを大切にできない人は、それはやっぱりその。 正直その会社だろうが、事業だろうがうまくいかないと思うけれどもちゃんとやってる人,、まあ、ってる人だったらやっぱその自分の周りの,その同期の工客者は本当にその私よりその1個年下の子でも本当にもう所長やってて成功してるって人もいるのでやっぱりそのまあ本当に今、ううさっきもその個人で戦えるツールも充実してるしやっぱ自分で戦ってもいいのかなと思いました。で でまああとまあ勉強とはまあ自分の人生をデザインすること、まあ、こう自分の趣味の仕事にまあ自分で仕事を目指しそれで稼ぐことっていう点で、うんうん、まあやっぱりそのこうなんかすごく生意気なことばっかり言って申し訳ないんですけれどもそのやっぱりこう今結構ほんと YouTube とかでもそのやっぱ自分そのやっぱその最初のその,あの弟子上手は勉強上手っていう感じでその 音楽をやる時もやっぱその音楽の先輩とかにいろいろ話を聞いてやったんですけれどもやっぱそういう人はこうねその自分本当音楽が大好きで大好きで仕方なくてやっぱそれを仕事に今していて、まあ、それでこうやっぱ稼いだりしていますやっぱりこうだから自分が好きなことだとこうやっぱ人間そういう工夫をするので頑張れるんですよねだからこうまあやっぱ所詮やっぱその人間って一人なんかこう一人そのできない一人じゃ大したことはできないけれどもだけれどもそのんだろう 本当にこうなかなか周りと同じようにうまく生きなくて苦しむくらいだったらあのだったらこう一歩踏み出してもう勉強したよ勉強して何かこう自分の人生をうまくデザインしてなんかそういうふうに生きれる自分になってほしいっていうのがやっぱ今日の,その勉強には夢があるっていうところで伝えたいところだったんですよね。で やっぱりその先ほども話したんですけど私の高校はそのフレキシブルスクールでやっぱその私はダンク行ったけれどもその高校を卒業してやっぱ一歩先に出る友達はやっぱりその社会で苦しむんですよね。こうやっぱりその大卒じゃないからすごくひどい人たちを強げたりとかやっぱりそ,のそれでこう、まあ、正直その道を外れちゃったり心壊しちゃったりっていう人がいてなんかこう,こうだけれどもこうなんかこう自分でやっぱこうもしなんか自分で稼げるっていう手段 を思いつければもっと楽になれるっていうのかまあうまく言えないんですけれどもこうなんだろうそのもうとにかく勉強して自分自分自分というものをこうで戦えるっていう人がもっと増えてほしいなってやっぱり素直に思います。はい、で,最後でまあ人生を保障する担保とはまあいい加減なことは言えないけれどもなんですけれども。 まあ、本当にね、私自身、その要は、まあ、大して生きてないのに、こんなこと言うの、本当に申し訳ないんですけれども。あの、やっぱり、その、人生を豊かにするのってやっぱその人、人とのつながりだと思うんですよね。で、やっぱり、その、自分は、その、人とのつながりを、その、勉強を通じて。やっぱり、その、なんだろう、やっぱ、何でも聞ける先輩とか、一緒に、こう、頑張っていく。えー、どう、まあ、どう、あの、なんだろう、勉強仲間とか。やっぱ、その、いろんな、こう、つながりとかを、まあ、勉強でたので。 なかなかこう一歩踏み出すの難しいけれどもこう一生懸命やってればその同じくらい一生懸命な仲間に絶対に会えるので本当頑張ってほしいですやっぱりそ,のこうやっぱそ,のそれでやっぱこういろんな人の出会いがやっぱ自分の人生をこう豊かにしていくのでまあぜひこうなんだろうまあ私は自信を持ってその勉強には夢があるというところを本当に伝えたいなと思いました。はい えーまあ、本当私のようにその中退を繰り返して、まあ、それで本当になんかこうちょっと正直,正直まあだらしない生き方しててもでもやっぱこう一生懸命やってると一同じくらい本当に一生懸命の悪魔と出会ってやっぱ今自分すごく楽しいのでやっぱそういう,こうやっぱ勉強すれば道を開けるっていうのは自分は本当自信を持って。 お勧めメを伝えることができるのでぜひ皆さんにも勉強からんかそういった楽しみとかを見つけていただければいいなと思いまして今回講演からさせていただきました。長い時間でありましたが本当にどうもありがとうございました。